篠山盆地の地形図篠の山盆地篠の山盆地は丹波高地内にあり、四方を滝連山、三田市の三国が竹、野十郎が竹などの連山に囲まれた兵庫県丹波、篠山市の盆地、東西1 6トル、南北6キロメートル。現在の丹波篠山市あたり、野付近の向川流域。基板岩が向川に堆積した結果、向川の水は、 篠山川に奪われ、分水嶺が移動した。南部は、加古川支流の篠山川流域となっており、断球及び、中石地から構成され、川の働きにより流入した多くのつぶてや砂、土が堆積している。篠山盆地の基盤は南に行くほど、低くなっている。現在は、川城渓谷を経由し、加古川に注ぐ篠山川は、最終表記までは、 向こう側に向かって流れていた。これは、川城渓谷の標高が176メートルであることと篠山盆地の堆積物を除いた基盤の丹波総群の基盤の標高が160メートルであることから推測されている。また、川城渓谷の篠山盆地側に堆積した歴層の石の並び方から判断し、現在とは逆方向、すなわち盆地に向かって、 川が流れていることが判明している。すなわち当時、川城渓谷は存在せず、年月とともに山が削られ、渓谷になったと推定されている。最終氷河期までの篠山川は傾斜の緩やかなことから排水が悪く、東野付近の基板岩が向こう側に堆積し、さらに流れをせき止めた。この際の堆積度が弁天国土と呼ばれている。 現在とは逆方向に流れていた川城渓谷付近の篠山川川内渓谷の誕生とともに排水は改善し、盆地に堆積されていた堆積土の浸食が始まる。向こう側の水は篠山側に奪われた結果、分水嶺は盆地南部に移動する。篠山側の流れは速くなり、盆地を浸食していった。このため浸食の激しい箇所では丹波総群が露出し、 見える箇所がある。対して向こう側は緩慢な流れであるため、新しく戦場地制の堆積物を以前の堆積物地上に堆積を開始し始めた。北を、滝連山、南を三国が、竹野印郎がな東を三国竹西を、白髪だけ、金山などをはじめとする多くの600から700メートル級の山々に四方を包囲されているため、 盆地特有の気象上の特徴を有し、周辺地域に皮脂寒暖の差が大きい。このため、特に晩秋にはしばしば早朝には濃い霧が発生し、丹波霧と呼ばれている。夏は高温、高質で害して内陸気候である。こうした気候を生かした農業が盛んである。篠山盆地の土は粘土質で栄養分を豊富に含み、工作には適している。特産物は米。 黒豆、山の芋、丹波りである。特に黒豆には、寒暖の差と早朝の脳無が大きく貢献する。丹波りは通常、深夜から朝10時頃まで盆地を覆い、低山や高台からでも神秘的な光景を目にすることができる。ありがとうございます。